皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月24日、19時23分、グレイの皆さんになぜその会心の一撃にした題名ですよ。あとグレンダイザー U をご覧になってる皆さん、ネタバレ含みますので、まあご注意をというところなんですけども、先に以前の第4話の話だけさせてくださいね。その会心の一撃って会う心の一撃じゃないですか。なかなか普段会わなくなったりだとか、まあそういうふうなところから、まあ話自体が惑星連合だなんだのっていう、その星関係の話から第4話のその主人公のデューク・フリード大輔さん、もう名前忘れたんですけども、女性がマインドコントロールみたいなこう機械をこの辺にこう、これ何て言うんでしたっけ、この辺にこうつけるようなアクセサリー、もう何だったかもう忘れましたけども、ティアラとは違うんですけども、そういう風なものでこう電波でこう操られてある意味みんないろいろスポーツの結果の出方とかを見ると、ある意味みんないろいろこれは操られてると言ってもというような部分、どの地点で誰が通り過ぎるだとか、同じパターンにはまってるだとか、そういうふうなところも踏まえて、多分第4話のことを言ってるんだなって思ってたんですよ。そのこれ話今日最初これまた冗談みたいなこと敵のガンダル司令官っていうキャラクターの、また顔をよく見たら怒ってる顔じゃなくて、あれ困っていて前に潜んでって途中で顔パカッて開いて中から女性が出てきて部下に指示を出すって、もう一回あれ見た他のシーンで同じシーンを求めてしまう、あれあるかな、そうかバカ話全然進まなくてごめんなさいね。その結局そのとある女性が、マインドコントロールを受けていて、でその装置が、破壊されて、それまでに銃の撃ち合いとかあって、で それで会心の一撃のその歌詞の中でグレイの皆さんの曲の方の会心の一撃の方の撃鉄がどうこうって、ああ銃撃ってたからかと、最後はね、特攻、なぜか円盤銃が特攻仕掛けてくるという今までの武器使用してた公衆研究所リュークリーのお父さん言ったんです、特攻仕掛けてくる気だ、あんな場面何の根拠もないです、普通空から攻撃してくるだと思うんですよ。でそのマインドコントロールが解けた女性キャラクターが特攻仕掛けてくる相手に特攻仕掛けてどうにかするっていう、もうそれまで面白かったシーンとかいっぱいあって、もうまたこんな作品を、いやだからバンドメイドっていう人たちの曲のうらららららら、うらららうら、なんせ裏をいっぱい言ってるんですよ、これ。筋肉マンの話まで戻る。ジェロニモとサンシャインっていうキャラクターがいて、ジェロニモが、うらららららって言ってるんですね。なんか、おたけびみたいな超音波を発するんですよね。それね。何のシーンだったか、その場の前後の会話は思い出せないんですけど、裏の裏は思ってて。裏をいっぱい言われる、裏なのか表なのか分からなくなるって、その話は置いといてですよ、そりゃバンドメイト人たちあれだけ裏裏裏裏言うわ、11話とか12話も途中でごめんなさい、今もう唾出しそうになったんですけど、もう離脱しそうになる人続出してルフィーナってルフィーナですよ、デューク・フリード
ていうキャラクターの、そのベガ星の、あの、姫らしい。なのになぜ、いや、そしたら、長女のテローラも本当、姫なんじゃないのって思うんですけど、何かこう、配下みたいな形になってるらしい。なんか、話おかしいなとか、いっぱいありすぎて。子供の頃に親戚のうちで話していたときに、テロンナ、なぜこんな名前になったのかというところで、多分これは、テロンナと、あの、まあ、主人公のデューク・フリーだとこう、剣技を競うような形で、子供の頃から、あの、剣を交えていて、まあ、笑いながらしてるけど、ちょっとでもどっかかすったら、えらいことになるやん。絶対友達いられん。その設定の、ルビーナのお姉さんのテロンナという、してることがもう、まさにテロンナ。妹に化けて、デュークリードと口づけを交わして、こう、腕になんかこう、腕の甲のところに模様が入るんですよ。あれ入れ墨。昔囚人の証が入れ墨だったんですよ。話もめちゃくちゃね、いろんな意味でこれ会心の一撃になるわ。あう心の一撃、喧嘩になる。惑星間の戦争で、もともともう それ自体がもうものすごい大きな会心の一撃なんでしょうけど、その後会心の一撃しっぱなし。嘘でしょっていうこと、とりあえずすりゃいいっていう、その昔風の作品、これグレイの皆さんの方で分かります、元々の原作通りだったかどうか。前テルさんがね、あの音楽番組に出てる時になんかちょっと説明してくれてるシーンが、 あの映像って どうなる、僕だけが見てます、それとも他の一般人の人たちも同じように見てます、あれもうテレビ局のあの、まあ、受け答えしてるところとかを撮影して、まあ、裁判所に提出するようで、で、まあ、いろんな意味ですよ、まあ、1回目にこう再生した時と2回目再生した時じゃ、1回目再生していた時の言葉がなくなってるだとか、ある一定の法則っていうのがあるのが分かりました。で、そういうふうなの込みで、機械機器が作られていると。もうここちょっと涙勝手に出てきたんですけども、まあ、あの CM に関してはテレビ局の会社ではないっていうところで、区分けされていて、 CM に関しては何回再生してもあのメッセージみたいな言葉が出てきてるところ、それはもう撮影できて、しっかり抑えれてると。で、だからその部分があるから、テルさんとか話してた、その、向こうではどうなってるとか、あっちではとか、なんか、確かまあ向こう、確か向こう、未来のことを向こうっていう定義づけを一回僕からの提案で、その芸能界に、広めてもらったわけじゃないですか。まあ言い出したのは僕なんですけども、皆さん本当申し訳ないです。あっちとか向こうとかそんな言葉いっぱい使われたら何言われてるか全然わからないですから。もう例えばスポーツのことばっかり考えてる人はあっちとか言われて、スポーツの勝ち負けとかで、例えばオリンピックで僕はね、なでしこジャパンの試合に取り込んでいて、たや同じ時間帯で、他の、スポーツが行われてる、その時、女子ラグビーか何かだったと思うんですけども、そちらの方は点入らない。で、僕の頭の中を供給してる、なでしこジャパンの方は、勝ってる。で、そういう部分について、その、同時に行われてる時間帯に関しては、二つとも同時に勝つ方法ってかなり難易度高いんですよ。だからもう、どれかっていうところで種目決めて、取り組むっていうことを最初から、決定づけておかなかったら、自分がもう試合中に迷い始めたらもう負けてしまったりするときありますから。で、まあ、あっちとかこっちとか、その、なでしこジャパン側で物事を見てる人からしたら、あっちっていうことは、それラグビーのことになるじゃないですか。で、関西に住んでる人は、関東の人たちのこと、あっちの人の方とか、その、関東に住んでる人は、関西の人のことは、あっちの方に住んでる人のこと。これ国間で言うと、中国に住んでる人のこととか、留学してる人のことを、あっちの方へ行った人とか、アメリカだとか、
ロシアだ。絶対分からなくなる。もう仕事まで、あ、もうあっちとかこっちとか言ってたらもう。もともとそう、みんなもうその言葉遣いやめなさいって絶対教育されてるはずなんですよ。僕もそういうふうにいろいろ後輩の者たちに教えてきましたし、本当にその言葉遣いやめなさいと。必ず何をするかはっきりと言いなさいと。こっちもはっきりと指示出してるんだから、その通り動きなさいと。まあそういうふうなことを言ったりとかしてたんですけども、してること、僕もびっくりして、ルビーナが出てきて、あ、やっとデューク・オリートと再会できたんだと。で、その、最初の方の始まりに、そのルビーナを、リュークフリードが暴走して殺してしまってるようなシーンが流れてるんですよ。多分それは僕の最初の方の読みでは、前の動画でも言ったと思うんですけども、多分リュークフリードが、ちょっと大輔さんっていう言葉は外してますけども、日本に来たからさらに名前、大輔っていうの。大きく助けるの方だった。それはさ、面白い話にもなるんですけど、違う、おかしい話にもなるんですけど、ごめんなさいね。まあ、面白い話にもある意味、意味合ってるんですけども、おかしい話になるんですけども、可能のカーと、まあ、なぜ、笑う意味合いのことをおかしいっていう言葉なんですよ。で、ごめんなさい、いちいち説明挟んで、その、ルビーナ、を最初踏んつけて、グレンダイザー U で、グレンダイザーで踏みつけて、グレンダイザーなのかグレンダイザー U なのか僕もよく分かんなくなるときあるんです。踏みつけて殺してるシーンあるんですけども、いや、ここルビーが死んだら、これ、なんで本当は生きていたかなのかと、それは実はマインドコントロールで殺してたシーン自体が錯覚だったとか、そういう話なんだろうな、最後は、デューク・フリードと、その、ルビーナが結ばれるハッピーエンドなんだろうなと思ってたら、その後さらに12話で死んじゃう。見てるときもあぜん、もう、これ今動画で、他の動画でね、YouTube の、ま、無料でも見れる方で、すぐに動画上がっていてね、12話に関して、もう見てられん。どう考えてもテロンダが悪い。すぐに口に出すのが、妹を守るためも、子供の頃の結果。兄弟でもいいです。男性、女性、女性、男性でも、それでも兄弟って読むじゃないですか。で、その、弟を守るためとか、妹を守るためとか言って、おもちゃ取り上げたりしてます。子供。まあ、まさかそれが理由で大人になってから関心の刺激はないですけど。今グレイのデス頼むっていう何を頼まれたのか分からない。いや、とっさに頼むっていうこと、何かこう心の声で頭の中でよぎった内容が僕に伝わってきてるのかもしれないですけども、まあまあ本当は拓郎さんとかもあって話したり、まあ、向こうの方から会いに来てくれた話とか、またあの話、急にバーベキュー、事務所のドア開いて入ってこられた人の話、グレイのタクロウさん、最初見たとき、いや、髪の毛腰ぐらい、その時、タクロウさん伸ばしてたんですよ。最初、不老者かと思って、もう瞬時に僕、もうやばいと思って、誰だお前はって、椅子に座ってたんです。その日、一人で、朝明けの晩だったんですよ。通常、ある程度の時期までは、まあ、その頃も2007年か8年の頃ですよ。暇な時は、二人、暇じゃなくても二人、いや、暇な時は二人ぐらいで朝明けだったんですよ。中の方と外の方と。で、それを、あんまり暇な時は、中の方も、外の方も一人で朝明けなんですけども、一人しかいないじゃないですか。だいぶん気張ってるんですよ。
ガガッと開けたショック不老者のに入ってきた、とっさに頭の中にし、脳によぎって「誰だお前は!」って、もうここ一人で何とかするしかないで、もう即座に腹くくってもう対処しようという形で、もう一瞬でも即座に立ち上がって、そしたらグレイの拓郎ですけどもまあその後拓郎さんに、こんな遠い距離から来てくれることなんかめったにないんだからって、僕はずっと無口で歩いてたんですよ。それ急に拓郎さん頭の中こんがらがって、な、何からまず説明し昔働きに来てくれてたけど手伝いに来てくれたのか、一人で朝明け大変だまあ高野さんと話したの久しぶりの、さ、数年ぶりの再会だったんですけども、喋ってる秒間1分くらいだったんですけど、まあバーベキューコーナー内の事務所でまあちょっと喋った内容と、あとその外歩きながらの1分くらいの間なんですけどじゃあもうこっち しなきゃならないことがいっぱいあるから話す場なんかないんですよ。でもう頭なんかこんがらがっていて本当に本当に、まあまあここ近年ですよ、そういえば昔テルさんがバーベキューコーナーの、制服着て1998年ぐらい働きに来て、音楽業界も歌詞変えなきゃならないかとか、だからその辺の記憶とか戻ってくるときに、まあ神戸電鉄とかの電車乗っていて、一般人の人から声かけられるんですよ。グレイの歌詞も問題あるわって、それはなんかこうで、その頃の僕の受け答えの仕方として、誰かに言われたことにしておきますって、それを本人たちに伝えておきます。いや、それなかったらダイレクトにこう自分から言い始めたら、自分がその人たちと、音楽業界の全てのバンドの人たち、その時僕まだ二十歳ですよ、もう全員、大体ほぼ全員、年上の人たちになってくるわけじゃないですか。ハードル高すぎるんですよ、もともと。で、一応いろんなテレビ局の人たちとかに言って、こういうふうにお願いしますっていう形で、ね、ちょっとずつ音楽業界に浸透していって、エロ歌詞が勝らないような。何でしたっけ、あの曲、まあ題名、まあ歌詞がウーバイブル彼女の鍵、まあバイブルって聖典のことなんですけども、ビブルとも呼びます。だからまあワンピースの話になって申し訳ないですけど、ビブルカードって聖典だから、聖書の一部みたいな形で、だから、それが燃え尽きたらとか、まあそういうような話で位置がわかるだとか、まああの神がかり的な力を遠回しにこう、表現してるんだと思うんですけども、まあ彼女の鍵、その後なんとかロックンロールってそこだけリーダーの拓郎さんにテルさんがマイク差し出しライブって読ませてるってな、拓郎さんはその時顔をやられてるんですけども、どのライブの映像だったか忘れたんですけども、まあ拓郎さんの方に、まあ、僕の方の顔がいいで、顔がいってというか、まあ、拓郎さんの顔を直して自分の顔が潰れてる状態になるんですが、まあ、その時拓郎さんがこう胸にこう手を当てるような形でこう手を上げて、届いてるよっていうことを、まあ、こちらへのメッセージで、対応してくれてるんですけどもいつもそうなんですけど、他の人も同じようなことをした時に、あれいつもなんか変だなって思わないですか、自分が送ってる心の声とか、絶対横からとか真正面のカメラが聞こえてこないでしょ。で、見てる方は真正面のカメラとかそういうところから見ていて、まあ必ずあさっての方向へ向かってこう、返答するような形、その、なぜあさってっていうのかはわからないんですけども、別に明日あさってに、そのあさってに何かがあるかどうかは僕も知らないですよ。9月の26日。いろんな人間が横通り過ぎていきます
いろんなバンドの人たちでありました。まあ、黒夢の皆さんだったら、同じような顔で横を通り過ぎて。どうとでもなってしまう話ですから、その、まあ、表現してるのは、社会人になったら、こう、会社のルールとかがあって、こう、なかなかこう、上司の言いなりにしかなれなくて、まあ、昔の嫌な言い方って言ったら、こう、社会の一部で歯車だとか、そういうふうな表現をするんですけども、その本当の実態は、最低賃金の底上げで、各会社に、最大600万円の支給だとか、それとは別に雇用助成金だとか、本当はみんな政府のお金だいぶ使い倒してる。これはとぼけの方なのかな、なんなのか。いや、だからうまくいってる人たちとうまくいってない人たちのその人生で、もう僕のあの、ホームページ、淡井圭介の履歴で、自分の履歴書を載せてるじゃないですか。まあ、他にも働いてるところとかあったんですけども、まあ、一部抜けてたりとかするんですけども、もうああいうような形に大抵もうみんななると思うんですよ。大抵。人材派遣会社という会社が世にはびこって、仕事量に合わせて、まあ、人数減らしたりとかして、雇用調整つけて、企業の方もどうにかしているっていうのは、これが実態で。で、それはそれでなしにしてしまうと、それは、企業の方も仕事ないのにどうしたらいいのっていう形に なるでしょうから、まあ、まあそういうような形になるんですけども、まあちょっとあのもう一度グレンダイザー言うとかの話に戻しますね。今ちょっと離れすぎたなと思いまして、で ルビーになってこうなんか指輪にこうルビーがつってるところ目がせえねんさっきもテルさんの腹痛いっていうこともう分かるでしょ、ベガ星連合あの母艦みたいなとこ完全になんかダイヤモンド太陽のやつ集めて視聴者ごめんなさいね、聞き取りづらくて。一応、スマートフォンとか、Android とか、パソコンに関しては、ボリューム最大にしても、ヘッドホンつけても、なかなか音声聞き取りづらいです。で、音楽の曲とか聞くときも、スマートフォンとか、Android 関係のところの端末で聞いた方が、音をよく聞こえます。で、良い音で。で、僕の喋ってる音声とかも基本的にヘッドホンとかつけてもらって静かなところでボリューム上げてもらわなかったら、まあなかなかちょっと聞き取りづらいなど、パソコンで再生した時僕はそう思いました。ボリューム100にしていても、もう僕の家の横ってすぐ電車通るじゃないですか。すぐじゃないですけども、15分に1本ですけども、片道。だからまあ15分に2本ぐらいですけども、それでも、テレビもね、ヘッドホンつけていても、なかなか音声しっかりと聞き取れなかったりとかするんですよ。だからテレビに出てる出演者の人とかで、僕は考えてる内容とは意図してないような内容とか伝わったりとか、外から絡んでくるような連中の言葉とかで、それが伝わっていたりとか、それプーチン大統領とかに伝わったりとかして、大慌てでこちらはここの声で時間軸とか違うっていうところまで理解してる時の僕ならちゃんとすいません淡井圭介ですけども今そちらに伝わったのそんで絡んできた連中がいましてってちゃんと伝えたら向こうも OK ってちゃんと返事してくれるんですよ。僕の場合は世界の政府上層部のいろんな人たちに僕の名前は一応いろんな国では伝わってます。まあどこからどこまでって言われても僕もそれはわからないです本当に。まあ、メジャーリーグの方もたまに解説席で昔からたまに神戸っていう風に叫んだりしてくれてますから頭の中あんな人数いかれたら無理もう本当に去年も千賀投手とかもう最初全然ダメだったじゃないですか。まあ、千賀投手を送り込んだソフトバンクはちゃんと面倒を見てくれたらとか、それを、チームの保守感情とかもついてきてる可能性はあるんですよ。で、最初の方のデータとか、いろいろそれが、バレていったらバレていったで、法律で固定しなかったら、今度内容を変えてきたりするのが、まあ、コンピューターの性質とかだったりするんですけど、まあ、千賀投手も途中から僕の方で対応し始めて、こんな人数朝から無理って、その後泣いた。
ベガ星連合軍のあの結局あの相手のあの母艦どう見てもダイヤモンドネイビーグレイの皆さんも最初の方のあのアルバムインディーズの頃このアルバムでしたっけ、メジャーデビューした時のアルバムでしたっけ、ハイトダイヤモンドっていう、僕はインディーズの頃の真夏の扉の方が良い作品だなっていうのはあのよく理解していて、で、メジャーデビューしてから昔も僕に言われたと思うんですよね。ジャケット見たら、あの、それ、メジャーデビューしてからのジャケットでしたっけ？こう、女性がこう、こう、何重にもなって同じ女性がこう、ジャケットに映ってるんですけど、まるでスーッとこう動いていくような幽霊みたいなのをこう、表現してるかのような、そのまま通り過ぎていくっていう。これ我ながら言ってますけども、僕もこの自分の結婚話ほんときついですから、声かけても返事誰もしなくなった時に、誰かあのテレビ局のその窓口みたいな形とかならなかったら、これ話決着つかない人間多分いっぱいいるでしょうっていうような形で、結局まああの高橋尚子さんなんか結局独身のままだったわけじゃないですか。もう最初から最初から最後まで無理設定で、僕のあの記憶の思い出せてる一部の人の名前を記載してるだけで、で、まあ一部の人間、河野明子とか小林麻也とかは子供の頃から接点あるんですよ。で、小林麻也真央と。で、まあどこからどこまで、まあ、神戸市立ホテルフルーツラパークで僕が二十歳前後の頃にから、会った人っていうのは、まあそこからが、あの、初めて会った人なんですけども、年上の人でも赤井珠緒さんは、多分子供の頃僕と接点あったと思うんですよ。港川中学校の近くに昔女子大学があって、そこに通ってたみたいで。で、まあ、それきっかけか何かで、赤江珠緒さんは関西のテレビ局で、まあ、一応看板アナウンサーみたいになっていて。で結局、淡い系ですけど、結婚話でした人間ばっかり関西でも関東でも看板アナウンサーになってるんですよ。で、これ。コンピューターの記憶の、ここはものすごく重要なんですけど、全員覚えといた方がいいんですけども、これ請求関係でも何でもそうなんですけども、その当人とかが、まあ政治関係とかでもそうなんですけども、今度にいなくなった、死んだことになったりだとか、あの、証言者として、これも難しいんじゃないかと、この年齢になったら80歳超えていたらだとか、生きていたとしてもですよ。それなってから記憶が戻ってきたりだとか、やっと裁判に動けるだとか、もうこういう状況なんですよ。だから商法の方の話だけでいくと、企業の方で持っておかなきゃならない期限は10年間ですから、10年間超えたら、書類を処分しても別に企業は罰せられないわけじゃないですか。だからあのなんかもういきなり君が入院とかいうような声が聞こえてきたんですけど、それまでに分かったとかいう声とかいろいろ電波であの聞こえてきながら今喋ってるんですけども、あのちょっとまあ楽しい話に戻りますね。その僕の勢い止めるためにその入院っていう言葉を使ってきてる部分もあると思うんです。その、いろんなことがバレたら困る人たちで、それコンピューターではコンピューターなのか人間なのか、淡井圭介さんに喋ってもらった方がいいっていう人、昔からそういう人たちはいます。でその方が無難だと。で、かたや、彼に喋らしたら彼の身が危ないとか、そういう2つの方向性の人たちがいて、で、物事が二十歳ぐらいのことから、動いていたと。まあこういうことです。まあ政治関係のところとかは僕のホームページのところを見ていただいて、淡井圭介の歴前半後半とか書いてないこととか、そういうところで、あの一部危ない文章に関してはもう消去しておきましたけども、商業原理にあのばっかり傾斜しすぎて、あのそれワードビジネススタイライトとかの影響を受けすぎてるんですよ。で他の番組でも報道関係に関して受け答えして、もう経済に偏りすぎてるからもうそれはやめといてくださいだとか、そういうような形で言わなかったら、お金稼ぎに傾斜しすぎてエネルギーの残存量問題の話がもう完全にどっかに行ってしまっていると。で自民党に関しても皆さんに関しても結局高速道路を作りっぱなしであったと。現実はだから安倍政権の時に、第二次安倍政権、僕からの提案で日本で一番任期の長い総理で、アベノミクスっていうものはそのガソリン車の生産停止をあの話につけに行ってもらってるんですよ。で、その辺のところはテレビで本格的に放送されたのが北
か放送されてないのかちょっと僕もよくわからないんですけど、まあ一応2035年にはガソリン車の生産停止で、2030年には、東京の方ではガソリン車の生産販売停止ということに、なっています。でこれもともと話はオリンピックで入れ替わってるんですよ。本当は、小泉純一郎さんが総理の時に、あの人ももともと会ってるんですよ。で2025年にガソリン車生産停止で、東京都の方だけ、2020年に、ガソリン車販売生産停止で、それはオリンピックと入れ替え変わってしまったんですよ。東京都の都政六法のオリンピックに関する基金の条例に関しては2006年に出来上がったんですよ。で2004年ぐらいに、僕は精神病院に通院させられるようになってるんですけども、入院はその時はまだないんですけども、だそこで多分大きく利用されてるんですよ。でその利用してる人たちは大半の者たちはエネルギーの残存量問題とかを分かってなくて、で、利用してしまってるという意識っていうものが、多分半分ぐらいの人間はまずないと思います。だからそういうふうな環境下で、もしかしたら政治家の人たちもうまく誘導させられてしまった方かもしれないですよ。だからそれを安倍政権に修正できて、で、だから本当は小泉純一郎さんの頃にできていれば、小泉進次郎彼が、僕より、だいぶ年下ですけども、僕とグレイの皆さんぐらいの年差なんですけども、彼が総理になった時の年齢がだいたいこれ2035年と2030年ぐらいだったら、年齢的にまあだいたい合ってくるような形になってるんですよ。で安倍さんも、安倍晋三さんも第1期目の政権の時は、今そういう高齢化になってしまってますけども、日本の総理もアメリカの大統領のジョー・バイデンさんもすごく高齢化になってますけど、もともとこうじゃなかったんですよ。社会全体首脳は大体総理だとか、大統領だとか、主席だとか、そういう方たちは大体50歳代ぐらいからなるんですよ。そうじゃなかったら、いや65歳から総理になったら、そこから何年もいきなりそんなに1年とかで辞められてもっていう話になってくるじゃないですか。それまでの外交とかどうなってしまうんでしょうって。だからそれがありますからグレンダイザー U とか会心の一撃からとはだいぶ話遠ざかってしまったんですけど、ごめんなさいね。もうグレンダイザー U 思い出したらもう笑いすぎて、でただもう一部のその動画の方のその一般視聴者リタイアっていうそれはそうなるわって、もともとね昔の漫画とか、インパクトのドラマとかもそうなんですけども、だから良くないシーンとか平気で描かれてるっていう部分、それいやそこまでしたらあかんやろっていうようなところをそのデロンナの話ですけども、もう絶対頭の中にもう皆さんデローンになってもう絶対今よぎっちゃうでしょもう今日はスポーツの勝ち負けもう休み休日日っていう形にしてるんですけども、だからねちょっとね昔の作品リメイクするとき、テルさんたちの話では原作とは、違ってる話っていうことになってるとは言ってたと思うんですよ。で何かグレンダイザー U に関するウィキペディアか何かを見たときに、まあ原作元々の原作とはちょっと違うような話にするだとかしないだとか、まあそういう、まあ、ちょっと違うようにしてるというような形の触れ込みだったと思うんですけども、触れ込み、うん、告知ですね、訂正です、告知です。僕もおかしな映像とか見てたら、言葉遣い自体が触れ込みって触ることだから、触れてこむことだから、何をこんどもねって何をやってしまったんだと。じゃあだからそのエロ業界でそういうことだけじゃなくて、だから僕の場合だったらここ10年以内だったと思いますけども、窃盗犯を捕まえた時、だからそれ刑事訴訟法とかを読んで、一般人にも逮捕権があって、で最後警察官を呼んで警察官に引き渡しっていう手順まで分かってる人と分かってない人だったら、犯人見つけても
動けないでしょ。まあその辺のところで動ける動けないがあるんですけど、まあもうごめんなさいね。よく考えた。グレイの皆さんもみんなもともと髪の毛染めてたから、これ言うのちょっと今言い出しづらかったんですけども、もういかにもっていう髪の毛染めていて、片一方の耳に、ピアス3つ上げてるような男で、二十歳前後ぐらいで。で、まあその時も体鍛えてなかったから、力ずくで来られたらどうしようっていうところあったんですけども、まあその辺は技でちょっと対処して。で、まあ、殴るわけにもいかないんで、壁に押し付けるような形で、まあ、回しを取るような形ですね。ベルトを掴んで、で、壁に押し付ける。低い姿勢から足腰自分の方が落としといて、で、ちょっと上げておけば、相手は足腰が上に上がりますから、足腰さえ踏ん張れなかったら、力の入ったパンチなんか打てなくなりますから、もうあとは距離縮めておいたら、もう絶対、あとは、どちらの息が先上がるかなんですが、何回も逃げようとしたから、周りの人言ったんですよ。誰か110番してくださいって、警察呼んでくださいって言ってるんですけども、誰も呼ばないんですよ、あの岡場駅のところで。あんだけ人数いてですよ。それ1時間ぐらい、その警察官が到着するまで発生してからかかってるんですよ。警備員の人たち、エコリアの警備員の人たちとか駆けつけて、それやつ110番してもらって、だ途中でこう、片手でこう携帯電話で110番しようとしたときに、有馬警察署に電話しようとしたときに、絶対犯人逃げるでしょ。3回ぐらい追いかけて捕まえて、また電話して逃げられて、また捕まえて、それ3回繰り返したんですよ。でもう3回目どうしたかって言ったら、もう後ろに回って首絞めるわけにもいかないから、顔のこのあたりとかを絞めるんですけども、僕も体鍛えてないから、腕にね、目いっぱい力入れないようにしてるんですよ。そこ調整つけて。警察官がいつ到着してくれるかも、だいたい電話かけてもらっても警備員の人に。到着してくれるまでに、有馬警察署でも10分は絶対かかります。岡場駅まで。電話かけてから。装備整えて、まあ、連絡、多分兵庫県警と、110番通報だったら、兵庫県警の方にかかって、有馬警察署の方に連絡入って、で、まあ、誰が行くかで、人数揃えてっていうところで、それからパトカー出してたとか、だから、まあ、書類一式持ってたとか、だから、まあ、15分ぐらいはかかると、物事見といたらいいんですけど、ごめんなさい、話まだだいぶそれしまいました。とりあえず、今日、その会心の式に行きました。グレンダイザー U に関しても、僕の方の動画長井郷さん一応その能登半島の方でその関連作品のその出展をされてる云々で能登半島地震関連ということでスタートしました。まあ、曲とかを見たときに力入れてるんだろうなって思うんですよ。思うんですけど。やっぱり昔の作品リメイクするとき、なんか変なストーリーのもの多くないですか？むちゃくちゃな設定の話。あ、ちょっとね、そういうやりすぎ感のところ、まあ、それ言い始めたら、まあ、だいぶ何年も前から僕が言ってた、北斗の拳の新北斗の拳の方の、続編。を作ってほしいっていうことを、まあ、高島やルーター宛ての SD カードでも言ってたと思うんですよ。で、その後自分の動画でも言っていて、これ直接アニメ業界の方に言った方がいいのかなとか思ったりとかもして、言ってるんですけど、まあ、ただ、各テレビ局は東宝とか東映さんの株をある程度持っていて、まあ、映画館とのつながりがあって、で、だまあアニメ業界の各会社に関してもお互い持ち株とかどういうふうな形になってるのかとかその辺のとこちょっと僕もよくわからないんですけども一つ一つのアニメ業界はだからまあ本当はテレビ局に言った方が話が早いんでしょうけども一応北斗の拳の最新バージョン40周記念で始まります。ただその僕としてはラオウとのシーンで新北斗の拳の場合最後終わってしまってるんですけどもその続き、まあ玄徳高原とかの話だとか修羅の国まあどう見てもあれ何千年でしたっけ4000年って言ってました4000年って言ってたら完全に中国じゃないですか。アイダットって3000年って言ってましたっけ。もう僕そこはっきり思い出せないんですよ。で大事なのはその、
剣北斗の剣のその白の国から戻ってきた時にラオウの息子をケンシロウが育てながら、旅していて、その頃ケンシロウは記憶を失っていて、最後の最終話でケンシロウは記憶を取り戻すんですよ。だからある意味昔にも僕は言ってたんですけども、その自分のこの人生とその結婚話に関しても今から、17年ぐらい前を遡ってもらって、僕はまあ30歳ぐらいの頃だったとするじゃないですか。だからその前からの頃で考えてみると、記憶を取り戻してもらわなかったらこの話どうなるんだろうって、だからこれ、だから各自がちゃんと手紙にして今までのこととかこう伝えてくれたりだとか、まあそういうふうなことしてくれたらよかったんですけど、一応秋篠宮佳子様、まあ佳子ちゃんっては呼んでるんですけども、それ意図的に呼んでるんですよ。あんまりさま付けで敬語ばっかりで話してると今まで、気づいてきた仲良くなった、ある程度仲良くなったその関係っていうのが、なんかこう王と家来みたいな形の関係にしか見えなくなってくるじゃないですか。だから本当にこの人たち、どういう、人間関係なんだろうっていうところで もう言ってる通りですよ、合ってないですよ。まあ、電波での心の声での受け答えで、まあ、自分でもメッセージは送っていて言ってるんですけども、まあ、後の世代のためにもこう今までの話も全部表に公開した方がいいと、その未来の時間軸から聞こえてくる声の話だとか、まあ、一応それはテレビのカメラに映る人たちはそのレクチャーテレビ局の人たちから受けるとは思うんですけども、それ僕も受けたことあります。でそれ一般化して広めて、で、まあその結婚話関係とかに関してもいろんなところで、そういう人たちが増えるともうみんながんじがらめになって動けなくなってしまうと。だからもともとその辺のところで、スポーツ業界もメダル云々のところが関わってるのと、あと基本的に未来の時間軸のスーパーコンピューターの方が能力高いですから、未来のこともわからなかったらスポーツの結果っていうものが本当にそのリアルタイムの時間軸だけなのかなどうかなもありますし、人の動きもそうですし、結果とかもそうですし、人生の結果とかも全部そうですよ。一つ一つこれも電波とスーパーコンピューターと各自いろんな人間の意思や言葉によって、大きく変わってくると。もし、安倍政権というものを僕からの提案で第二次安倍政権というものを提案しなかったら、ガソリン車の生産停止っていうものは世界中でどこの国も多分動き見せてなかったと思います。ということはエネルギー尽きて、まあ急にガソリンが出回らなくなって、この世の中終わりになっていたと。でこれをもっと早い段階まで、テンポアップしなければならない。2030年に日本全国でガソリン車の生産販売を停止だとかにしなければならない。ただしそこには住んでる地域だとか仕事の内容によっては、車での通勤所有を認めるような形で、あとはもう残った中古車を、回していくで、一般人の人たちには世界中に呼びかけてできるだけ、自分の自家用車を手放してもらって、もうどこの地域でも電車バス等でほとんどのところ行きますから、いろんなところ河川の撮影で行きましたから、もう分かりました。間違いないです。で、そういう人たちが増えたらバスの本数とか増えますから、もっと交通手段が良くなります。だからそれでエネルギーのロスっていうものを抑えなければならないと。まあ、若い頃のテルさんの声で、正解っていう声が聞こえていて、今はこの胸のあたりの体温が、もう結構なくなってるんですけども、まあ、今それがどこに行ってるかちょっとよく分かんないんですけども、そのスポーツの勝ち負けだとか、どこでどういうように利用されるかとか、もうそのスポーツっていうワードを言った瞬間もう頭の中絶対取られてますから、僕の場合本当に立場逆でしょっていうことで、あなたずっとお金払ってないんだからっていう形になってしまうんですよ本当は。そこをこらえながら、いろんなことをこらえながら、去年も阪神タイガースとヴィッセル神戸を同時に優勝させるっていうところ、もうね、もう本当大変でしたよ。もう爪の形とか見てもらったら分かる通り、もう体に栄養が回ってないのと睡眠不足で、もう体もめちゃめちゃ出てましたから。今度は了解という声が、了解っていうような声が聞こえてきました。こう思った声で。まあ、ち
ちょっとまあ、いろんな意味で関心な刺激でしたということで、今回この話、締めくくらせていただきます。皆さんどうも長い間、ご視聴ありがとうございました。まあ、聞いてもらって、損はなかった話だと思います。そのガソリン車の生産の動向だとか、エネルギーの残存量問題だとか、まだ、世界的な消費量とかわからない人は、ホームページは YKS 経歴の36番を見てください。で、動画で喋ってる僕の内容等を優先していただいた方が、たまに数字、そこも変えられてますんで、サイバー攻撃を受けて。他の欄のところ、文章のところもサイバー攻撃を受けて、文章変えられたりとかしています。で、その辺のところは人間の手によるものなのかコンピューターによるものなのかはちょっとよく判別つかないんですけども、まあ、まあ今そういうふうな社会の中で、我々は生きていると、まあこういうことです。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。また何かあったらその会心の意識だとかブレンダイザー U について、まあちょっといろいろ意見を述べさせていただきたいなと思います。もう本当 やりすぎ、あの作品も第4話で特攻に対しての特攻のところも強引に話持ってるんですけどだからこれ子供の頃に話していた時に、これ誰かが言って相手が特攻仕掛けてきたことにして、でこっちも特攻したことに戦闘、そんな簡単に特攻なんかされたらそれ主人公の人たちみんな止めなあかんやんとか、なんかこういう話があって、急に走り去っていくだとか、何回もベガス連合軍のあのダイヤモンドみたいなあの母船と、また12話で再び死んだことになってしまってるみんなっていう、分からないですけども、それうーん、他の作品とか今までの作品を考えたら今度クローン説の方で動くのかな、何なのかなとか思いながらちょっと見てるんですけども、どんな形で話持っていくんだろうって、今までのアニメだとか小説だとか映画だとかそういったものをいろいろ見ていますと、まあ実写版の人間が行ってる映画とかもそうですけども、ゴジラ関係とかもそうですけども、いろんな作品見てきたら、あの手も使えるぞ、この手も使えるぞ。ただその動画を作ってくれてる人たちは多分僕と、こうする人たちのことをちょっと配慮したような形で、言ってるなっていうのは、それは、聞いていて分かります。もうあの、ドラッグドラグーンから始まったに、スクエアエニックスさんの、ドラッグドラグーンっていう作品が2003年に発売されてるんですけども、だから僕は1997年、8年、もう厳密に言うと1996年から神戸市立ホテルフルーツラパークで勤務してたんですけども、その辺の頃に会った人間の話とかの結婚話とか、多くの人間が集まってそれフルオープンで話してましたから、まあ、いろんなところに話が飛び散ると。だからドラッグドラゴンに関しては、0から6だったと思うんですけども、だから NHK と全国放送は5局、あとまあ地方の放送局なのか何なのか分かんないですけども、まあ、女性が主人公みたいな立場で、ドラグーンのシリーズ、まあ、2か3か1かどこか忘れましたけども、0が6まで倒していって、まあ、それもエンディングもあの複数作っていて、でそれを引き継いだ内容は、ニーヤオートマータ、要するにオートマって言ってた時代の、要するに自動っていう意味だと思うんですけども、もともと男性なんですよ。で、レプリカントだとかで、なんかもう衣装的に、もうドラッグドラゴンからよく見た衣装は変なんですけども、いやいや、もうこんな過激な露出の作品ダメじゃないかっていうところがなぜか進行していて、で、2003年に発売されてるっていうことは、まあ、その当時の頃 の結婚話とかの話を知っていて、でそれ女性が女性を倒して、消えていってるんですけども、各テレビ局の看板アナウンサーになった時の年齢、まあ、大体30歳手前ぐらいで看板アナウンサーになってるわけじゃないですか。で30歳ぐらいでまでに結婚して、大体人間消えていくじゃないですか。で
担当 の, あのレギュラー番組から降りて、で、フリー化してるっていうところで、本当は、あの、最後まで残っていた人は、あの、要するに仕事で戦わされるみたいな表現になってたはずなんですよ。で、それが途中からあの内容で、まあ、その辺のところは、もう、ここから先話すと長くなるんで、あの、300番台、番台よりも下の方のところで番号をつけてないところに、スクエニックスさんの件についてみたいな形の、まあ、スクエニックスっていうワードで文章を探してもらったら、ちょっと長い文章に2行ぐらいになってますけども、そこのところアクセスしてもらって内容を見てもらったら、A2 っていうのが出てきて、ちょっと先ほど、容量がなくなって、撮影が中断したんですけども、その A2 っていう内容だとか、説明しましたけども、まあ、これがあのホームページや YKS 家の駅の、まあ、300番台の、下の方のところ、多分裁判になるか、点々点、スクエアエニックスさんに聞いてみたいことです。なぜ作ったのか、YKS 家の人生を反映し作っている可能性がかなり高いと。まあ、その状況とかをしっかりと回す、まあ、聞いてみたい部分があるのと、もともとはスクエアさんに関しては中学生の頃に1回電話かけて、伝説のオーガバトルっていうスーパーファミコン の, あの戦闘画面に関して、使わせてもらってもいいかと、そういうふうなことを、これどうなるんでしょうかと、まあ、そういうふうなことを1回電話かけたことがあるんですよ。で、どんなアイデアがあるのと、あの、まあ、自分で作ってみたい作品とかあるんですがっていうような形で、まあ、その伝説のオーガバトルの戦闘シーンが、あのインターネットゲームの我が天下と、我が天下戦国風部なんですね。で、まあ、その頃もスクエ、そのスクエアさんに、君何歳って、まだ中学生ですと、か高校生だった頃ですね。で、高校生の頃かもしれないですね。で、それぐらいの年齢だったらまだ間に合うよということで、会社どうすると、まあ、そういうふうな話とか、いろいろありました。まあ、まあ、その辺のところで、まあ、フルーツフラワーパークがスクエアエニックスさんとのつながりの一番最初ではないんですよ、本当のところのところは。まあ、先ほどの話のところで、まあ、もやせに話長くなってしまって、この辺のところで、淡井圭介っていう存在は、エミールっていう存在がいるんですけども、このキャラクターが分かったら、これ全部淡井圭介のせいにできるなっていうことが分かるんですよ。エミールってもともとドラッグドラグーンの世界で出てきてる人物で、人間の男なんですよ。で、まあ、連れて行かれてる4人部屋のところとかを見ると、精神病院で、実験体にされている、まあ、その後の話とか、戦わされてる話だとか、人類が、エネルギーが尽きて、まあ、エイリアンが来たから、月へ逃げたみたいな形になってますけども、月への移住っていうのは、人口はずっとこう縮小していって、月へ移住して、資源がなくなったからだとか、まあ、そういうような、話が、混ざってるような作品で、で、このエミールっていう少年が、機械化されてロボットになってるんですよ。で、そのロボットの複製の作品なんですよ、全部が。ニーヤオートマタとかの、その、B2 だとか、9S だとか、もう、9S ってそれもう、絶対野球でね、スポーツの勝ち負け、ワールドベースボールクラシック、絶対これ、淡井圭介やん。まあ、けど、これ、2004年からあの、オリンピックのそのメダルの数とか見てもらったら分かると思うんですけども、これはこれで、もうちょっと、全然違うでしょう。スポーツの勝ち負けで、だから、それがよかれ悪かれの部分が絶対的にあるわけじゃないですか。オリンピックが普及してしまうと、それだけエネルギーの消費が加速する。特に東京オリンピックがあって、結局どうなったかって言ったら、バスケットボールに関しても日本中でバスケットボールの体育館があるのに、なぜか11カ所で
体育館が作られる。11は本当はイレブンで、サッカー界でしょ。でそれは何かっていうと阪神・淡路大震災があったのに、神戸市長の笹山っていう人はもともと神戸市の町づくり課の人間だったんですよ。で、その人が阪神・淡路大震災の頃の、市長だったんですけども、僕は当時住んでいた東山高校などを分譲マンションなんですけども、国がお金出して解体とかしてやよかったのに、今のシステムはそうですよ。前回の家屋は国がお金を払って、解体します。で何をしてたかって言ったら、神戸市に、西区に総合運動公園っていう4万人近く入る大きなスタジアムがあるんですよ。電光掲示板とかあるすごい立派なスタジアムですよ。それ1980年代にオープンしてるんですよ。なのに1995年に発生した阪神・淡路大震災のその後、建物を解体とかを先にしてりゃいいのに、ウイングスタジアム神戸を作ってたんですよ。そんな精神状態の中でヴィッセル神戸の優勝ですよ。そのヴィッセル神戸の試合が行われている時間帯、ヴィッセル神戸の方に得点回して、阪神タイガースに得点入らなくなってたんですよ。それ見破って、最初このイニングの方で、先に得点取っておいて、で、ヴィッセル神戸の試合が行われている時間帯は、ランナーは2、3塁とか1、3塁とかまで進むんですけども、得点には絶対繋がらないんですよ。けど、打ち取られてるんですけども、その間どうなってるかって言ったら、その得点がヴィッセル神戸の方に行ってるんですよ。で、自分でも、インターネット上とかで、結果確認とかして、ヴィッセル神戸の試合が終わりましたから、ここから、追加点狙いに行きましょうだとか、逆転狙いましょうだとか、まあ、そういうような形で、鼓舞しながら、もう阪神大学の人たちにもそういうメッセージは伝えていて、158番オリンピック、これかな。158番だったと思うんですけど、どこかにね、僕、今まで日本のそのオリンピックの獲得数、ありました。これ見てもらったら分かる通り、もともとオリンピックで日本ってそんなに、メダル取れてないんですよ。強いて言うのは、僕が生まれてくる前だったら1972年。だからこの頃だったら、金メダル13個、銀が8、銅が8で、かなり多く取れてるんですけども、まあ、その後、1984年のロサンゼルス、18、14なんですよ。で、その次の韓国、4、3、2、バルセロナも3、8、11、アトランタも3、6、5、シドニーも5、8、5。この頃が2000年ぐらいで、2004年、これぐらいの頃、僕は精神病院に通ってる時で、アテネオリンピックの勝ち負けに多分、関わってたと思うんですね。で、16、金が16、銀が9、銅が12と。まあ、その後の北京はほどほどの成績なんですけども、まあ、この辺は、また、働きに行ったりしてた時ですね。基本的にスポーツの勝ち負けしてる時、働きに行ってるような状態の時ではまず無理です。頭の中とか渡したりしなきゃならないので、まあ、あとはリオデジャネイロ、2016年12、8、21、2021年の東京オリンピック、まあ、ここはもう日本の時間軸ですから、非常にしやすかったと。まあ、これでさらに外から絡んでくる人間とかいなかったら、もっと金とか取れてます。銅とか、銀とか。27、14、17。まあ、このパリオリンピックも地球の裏側の時間帯で20、12、13に関しては、まあ、驚異的な数字になってるのと、あとまあ、スポーツの勝ち負けに関してで、僕のホームページとかを読み込んで、多分どこかで、僕以外の人も取り組んでくれてる人は絶対いるはずなんですよ。例えば、レスリングの男子で、文章の文っていう漢字が入ってる人なんですけど、もうフルネーム忘れてしまったんですけど、その人の決勝戦の時間帯とかはインターネットでも表示されてなかったんですよ。そこまで僕はついて、勝てたんですけど、圧倒的です。で、まあそこの親族の方なのか、監督コーチの方なのかが、テレビに向かって、いつもお前一人でやってるっていうことを言っ
ってくれた男性がいて、あ、じゃあこの人の頭の中も借りたりだとか、まあ、そういうふうなことを考えて、多分決勝戦はその人が知ると思うんですよ。で、か、もしくはその人と僕の2人の頭の中は上乗せかもしれないんですよ。その辺のところどういうふうに、知るかは分からないんですけど、その人は、金メダル、しっかりと取っています。で、これ、複数の人間じゃなかったら、アメリカはまず説明がつかないんですよ。メダルの数が。複数の人間でしなかったら絶対無理ですから。で、まあ、ワールドベースボールクラシックの優勝回数だとか、まあそういうふうなところでも、その神がかり的な力とスポーツの勝ち負けに関しては、まあ、僕を上回る人間は世界的にまずいるかっていうと、台風の発生する数だとか、そういうふうなところでの結果を見る限り、うぬぼれてるわけじゃないですけども、そのよく分かってる時の状態の僕が多分最強なんだろうなっていうことが分かってます。ただし頭の中の私と渡し方とか、これはもう大変むちゃくちゃですよ。もう 50% ぐらい渡したりしていて、その時もう言葉がしっかりと発せれなくなってますから。だから自分で自分の頭の中を直したりとかすることができなかったら、非常に危険なんですよ。ちょっと話がだいぶそれてしまいましたけど、長い間ご視聴ありがとうございましたと言いながら、いろいろ言ってたんですけども。だから、スクエニックさんの作品の、その、ドラッグドラゴン系からの、ニーヤシリーズに関しては、グレイの皆さんとか、あとは、まあ、ラルク・アンシェルの皆さん、だとかにも伝えておいてほしいんですけど、ルナシーの皆さんだとか、もともと淡いケースけど実際に会って話し合いとかしたりだとか、一緒に働いたりした人たち に伝えておいてほしいんですけども、あとはま あ関係がある程度あるところもそうなんですけども、もうその作品には関わらない方がいいと、もう極端なことを言い始めると会社を行政が差し押さえることできるじゃないですか、法律の世界で言うと。だから、まあ、スクエニックスが、まあ、行政の持ち物に、まあ、できるできないのところで、まあ、こんなややこしい会社行政もちょっと持ったらこっちがやれるみたいな話とかになってしまうんですけども、ここまでいろんなことをやりすぎてしまうと。だからまあそれが、ベルセルクっていう作品に関しても、ハワイ・ケイスケとの関わり云々の話、まあ漫画業界のところの欄のところを見てもらったらあったと思うんですけども、そこでまあ説明してますけども、まあそこで説明してる内容だけでもないんですよ。だからそれで作者が一回死んだことによって作品止まってるんですよ。な、漫画業界にもものすごく影響があるんですけども、その良かれ悪かれの部分があるから、先にこの作品には関わらない方がいいっていうところ、これもあとはまあ他の、後輩の人たちとかにも、教えといてあげていただけたらなと思います。そのエミールっていう人間がロボット化して自分の複製のロボットをずっと作り続けていたっていう話にしてるから、だから A2 っていうところも淡井圭介と秋篠宮佳子様、佳子ちゃん、だからそれで AA のつながりっていうのはまだまあ独身である、広人様、もうお亡くなりになられた広人様の、娘さんである、あきこさん、あきこちゃんに関して、あきこだから A ですけども、三宅の名前じゃないですか。三宅は今三笠の三宅の方に行ってるんですけども、まあ、三笠に関しても、まあ、レールガンシリーズとかの方ですね、とあるもう禁断の魔術書かな、あの辺の作品に関しても、まあ、後から分かった方なんですけども、三笠っていう名前とか遠回しにこれ三笠宮家のことを言ってるのか、僕は潮和株式会社で働いていた時に緑ヶ丘っていうところで、まあ新人の年に1万リットルほど年末売ってるんですけども、そこの辺の近くの交差点の名前が三笠で、その女性キャラクターのあのレールガンの方の、三笠っていうキャラクターの漢字の方なんですよ。
恩義の恩と、まあまあ丁寧な言葉で用いる時の王の、漢字ですね。で、あとは坂って書いて、ああいろんなところで反映していて、もともとそのリニアレールガンの話ちょっとだけしておきますね。いろんな話たくさん詰め込みすぎてあれですけども、あの話はもともと20歳ぐらいの頃から昔からあるんですよ。僕も昔からそれ引っかかっていて、仕事場に普通に働きに行って、テレビ局の関わり云々とかもうほとんどのことを忘れて普通に働いている人になってた時に、またテレビ局との関わり合いとか思い出して、でテレビのニュースを見てる時に急に僕も言い出してしまった方なんですよ。2011年以降そのミサイルに関しても、その日本で防衛用のミサイルがどうこうみたいなテレビのニュース散々放送されたじゃないですか。そこでもう一回引っ掛けられて、あれ本当は20歳ぐらいの頃に引っ掛かっていて、話決着ついてるんですよ。緊急避難の放送で、あとはもう全員今国連加盟国だから、全員国連人なんですよ。だから戦争なんか絶対ないんです。で、もうどこの国も、ミサイルなんか、作ってる余裕なんかないと、エネルギーの残存量問題からいくと、金属の残存量問題の方もそうですよ。両面の方からミサイルなんかもう絶対いらないから、いるのは緊急放送であって、それはどんな時かって言ったらもう隕石が落ちてきたりだとか津波の時であって、そのもうミサイルが役立ちそうなんて、もう隕石ぐらいしかないじゃないですか。もう国連人っていう形になってましたから。で、それを、もうそのレールガンを駆逐艦につけたりだとか、そんな話で20歳ぐらいの頃もあったんですよ。でそれそういう話を言い出す人たちがいるから、だからポジトロンライフル、エヴァンゲリオンもそう、あれも町中の電力集めて撃たなあかんからとか、ああいうような話で、それだけの高出力のものすごいレーザーなんか撃とうと思ったら、町中の電気止めなあかんから、絶対みんなからものすごい苦情を言われるから、行政でもさすがにそれはできないっていうような形で、それ行政も裁判される裁その裁判はさすがに行政訴訟法の総理が棄却できる法律、あれは使えないっていう形になってくると思うんですけども、聞けば必ず涙するエミールのストーリー解説っていうところ、これ見てもらった時にもうゾッとすると思いますよ。これ多分あいつのこと言われてるわっていう、淡井圭介のこと言われてるわ、一応マシンっていう声が聞こえてきたんですけど、そちらの方で皆さんがどんな反応をされているのか、今のところはグレイの皆さんの声だと思うんですけども、まあ、そのうち、まあ、題名とかでも決まってきてるような気がするんですよ、電波で聞こえてくる、この間とか。あんまりその辺のところ、変えない方がいいんじゃないかなと。まあ、ここに書いてる文章とかも一部で、これプラス、まあ、僕の説明、鍵の動画である程度説明していますっていうのは一番下のところにあるんですけども、まあ、これ見てもらったら、秋篠宮佳子様や天皇家の方たちへのメッセージですっていうところ。こんなに大変な人生だと思ってみなかったですよ。本当に残念なのは、例えばグレイの皆さんとかと、まあ、ラルク・アンシェールの皆さんもそうだし、クレヨメの皆さんもそうですし、まあ他の人たちとかもそうですけども、そういうようなところでこうあって、まあ普通に僕の家とかに来てもらったりとかして、まあ普通に話するだとか、それがなかったら特に年配の人たちのニュース、まあその頃は僕も老人ホームかもしくは病院の方だとテレビを見れない状態になってるとは思うんですけども、その老後のことで、そのお亡くなりになられた人たちのニュースとか流れてきて、やっぱり未来の時間軸が受け答えしてるんですね。例えば坂本龍一さんだったら、昔徹子の部屋で大声で会うっていうことを言ってるシーンの映像とかを、それは多分一般の放送では流しないと思うんですけども、報道ステーションとかのその坂本龍一さんがお亡くなりになられた時のニュースの時に、その時の映像、何年に、放送された内容でっていうところで、あおって大声言ってくれてる内容だとか、まあ、戦場のメリークリスマスというピアノの名曲ですね。まあ、今はすごく発展してますから、昔の曲よりも今の曲の方が、正直多数 の、 音源楽器を使用して、すごい曲が作られてるなっていうのはあるんですけども、
まあ、当時としては、まあ、素晴らしい曲を作られていたなと、まあ、そういうふうな人とこう、うん、最終的に会って話した記憶とかはないんです。坂本龍一さんと最後まで最後まで、記憶戻らずじまいです。もしかしたらどっかフルーツダーパークや、2002年サンバレスロックを勤務時とかに会ってるのかもしれないですけども、その後の徹子の部屋の放送で会おうっていうことを言ってくれてるんですけども、だからその辺のところでのすれ違いの部分ですね。いろんな人が ものすごい数の人がいます。政治家の方も含めて、まあ、まあ安倍晋三さんの時は、まあ、安倍晋三さんは多分本当は生きてると思います。で、まあ、安倍昭恵夫人が、こう骨壺みたいなのを抱えてる時に、車に乗ってる時にですよ、僕から の声、心の声が聞こえてきて、本当に許してくれてるとか、なんかもう、本当に許してくれるとか、何かそういうようなことを言ってるんですよ。だから自民党内の人たちとか、上の方で、まあ、さらに世界中の政府上層部でどういうふうな話し合いになってたのか、淡井圭介のことに関することだとか、河川水門開閉式弾圧戦だとか、だからその辺のところで、うん、まあ、一番強烈だったのは昔の戦争のフェイクニュースで、今の、まあ、ここ近年なんですけども、翻訳された内容、子どもの声で、戦争の、その戦地の子供の翻訳された声をダイレクトに聞かされるんですよ。いやもう聞いてられんすよ。もう心の方が持たない持たないっていう感じで、もう無理っていうことで、ちょっともう電源オフにしますって。これもね、本当はスクエニックスさんが作品出してるんですけども、またドラッグドラゴンとかの話に戻りますけど、これね、調べてみたら、こちらはウィキペディアの、クリックしてもらったり、タッチしてもらったらいいんですけども、途中からね、ニーア・ゲシュタルトなんですけども、発売元がキャビアって表記されてるんですよ。僕もともとホテルマンしてたじゃないですか。ただまあ、こういう風な内容で、まあ、表記されてると。だからまあ、ビーツ、変な衣装になってますけども、まあ、エロ線の方になってるような、衣装になってますけども、本当は B2 って B52 爆撃機のことなのか、それか、B だと爆弾だから2だと広島と長崎の原爆、もうそれでシーンとさせる方向なのか何なのか、だから 9S はもう絶対野球ですから、S はちょっとよくわかんないですよ。スモールベースボールとか昔言ってましたけども、それは球場の性質によって違うんですよ。ラッキーゾーンがあるないで、打ち方が変わってくるんですよ。ただひたすら飛距離が出るような打ち方をしていると、打率は悪くなります。打線はつながりがあることによって点数につながるのであって、1年間のホームランの数はチームで見たとしても、そんなにめちゃくちゃたくさんないんですよ、1試合に。まあ、1本あったら多い方ぐらいなんですよ。だからまあ甲子園球場なんかは風があって、球場が宇宙間とか宇宙間だとか左中間だとか、こう円形になってますから、レフトからセンターだとか、ライトからセンターに向かって、だから非常に深いんです。昔はあの辺りにラッキーゾーンとかいましたから、フライとして処理されてアウトになるのと、ホームランになるのとは全然違うのと、あと空気抵抗ですね。風で、あとスタンドがこう高いところまであるから、こういう風に風が吹いていても、スタンドに当たってある程度跳ね返ったりとかすると思うんですよ。だから内部でどういう風に風が吹いているのか、まず分からないですよ。旗の動きだけでは。だからドーム球場は絶対に飛距離出るんですよ。これも まず間違いなく。で、打ち方としては放物線を描くような打ち方で、ホームランバッターとか長距離バッターの人は打てば、ホームランになる確率は高いんですけども、それを甲子園でしようとすると、
まずほぼほぼの人は流し打ちでホームランとかできないんですよ。引っ張ってだったらまだ放物線の打ち方でホームランとかできますけども、流し打ちでも、まあ、この間追い風でしたけども、まあ、岡本和真選手、読売ジャイアンツの右バッターの選手ですけども、まあ、右方向阪神戦で流し打ちしてたんですけども、ホームランになりそうに一瞬皆さんには見えたと思うんですけども、やっぱりスタンドまで届かなかったです。フェンスには届きましたけども、なよっぽど、しっかり芯で捉えて、で緩い変化球、変化球の方が、しっかり芯で捉えた時飛距離出るんですよ。ストレートはボールの球速が速ければ速いほどやっぱり威力があって押し込まれます。で低め の, あのアウトロー、アウトローっていう言い方あるじゃないですか。昔一時期なんかアウトローっていうのがこう不良みたいな言い方に聞こえてた時期ありましたけども、ま、漫画見てもなんかそんな表現になってます。いろんな漫画を見ると違いますよ。野球用語でアウトローは外角低めなんですよ。外角低めは一番そこまっすぐ速いストレートは一番ホームランにしにくいボールなんですよ。飛距離が出にくいんですよ。まず高めのボールの方が飛距離が出やすいのと、まあ、たまにホームランバッターの人とかの内角に高めのストレートとか、だからそれはちょっともう少し外して投げなかったりして、釣り玉として振らさなかったりだとか、まあ、ちょっと次野球談義に入ってきて永遠に終わらなくなってしまいそうなので、もうこれぐらいにしておきますね。以上です。ちょっとまあこの作品には、スクエアさんだとか他のゲーム業界の人たちととか、まあ、アニメ関係のところとか、いろいろちょっとその辺は警戒しておいてもらった方がいいです。法律業界の人とか動くときは動きますんで、これもニアリンカーネーション2021年2月18日発売元アプリポッドっていうことなんですけど、ここ僕2024年4月30日サービス終了ってしてたんですけど、もうサイバー攻撃以前これも確認してまだ訂正してなかったんですけども、2924年に変えられています。もうこれほんとすぐですよ。まあ、これコンピューター関係のところも、今時人材派遣会社の人たちばっかりになっていて、悪さをしてるのかなんのか、もう何なのかちょっとよくわかんないですね。その喋るだけでこういうふうなサイバー攻撃に変わってる可能性もあるんで、まあこれは、訂正しておきます。ということで、まあ今回はもうこれぐらいにしておきます。この作品に関わったらまずいなっていうのはありますんで、でそれ、まあ、軸になってはなってるのはもうこの淡井圭介っていうことで、しっかりと認識しておいてください。一番広がりというか関わり合い、海外までも含めて、関わり合いが一番広いのが淡井圭介で、かたや、その辺の部分でも河川水門開式ラム発電とかも日本はいつまでたっても始めてないっていうところに関しては、まあ、他の方の政府上層部の人たちからしたらこれなんでなのっていうところはあると思うんですよ。だからその辺のところで、まあいろんな部分でちょっと不可解な部分はあります。まあどこか例えば松井秀喜さんがヤンキースへ行って、まあヤンキースワールドシリーズ優勝してるわけじゃないですか。でその年、松井秀喜さんが一番大リーグでホームランを打った時は31本で、ミスタータイガースの掛布さんの背番号31なんですよ。で読売ジャイアンツに行ってしまった坂本勇人選手なんですけども、坂本勇人選手は兵庫県出身なんですよ。阪神タイガースに来てくれる予定だったから31歳の頃に2000本安打を達成する、2000本安打イコール迷宮会入りなんですけども、もう昔はハードルがなかなか高くて、まあそんなに人数、まあ昔はいなかったんですけど、時間の経過とともに、あと試合数を飲んだとか、まあその辺のところで、今やその2000本安打以上を達成する人たちは多数いらっしゃいますけども、それでも31歳で2000本安打は、ちょっとどちらかというと、ちょっと狂ってるぐらいの世界の話ですから、だから本当は阪神タイガースに来てくれなきゃ困る。っていう話で、もう途中から鳥谷選手が来てくれたから、もうそれでいいっていう話になってますけど、一応鳥谷選手も2000本安打達成しています。それはもう当時からフルーツ裏パークで1997年8年ぐらいの頃から言ってた話なんですよ。
まあ、コンピューターが制御してる世界なのかな、なんかコンピューターも人間の神がかり的な力とか分かってますから、どういうふうにすれば誰と誰をどういうふうにつなげればどうなるかとか全部分かってますから、だからまあ今日喋った内容とかを、まあ曲にしていただいてもいいでしょうし、まあ、秋篠宮佳子様なんかは、佳子ちゃんなんかは、まあ、今までのこと、後の世代の人たちへの継承の意味も込めて、私の方はもう全部言っていいっていうことを、言ってくれています。まあ、岸田さんとかも、テレビに向かってこう、喋ったりだとか、そういうことに関しても、今のお前のままでいいっていうことを、大声で言ってくれていたりだとか。まあまあ、この体制はあんまり変えない方がいいでしょうね。僕は中継地点になって、外から喋ってきた連中とかがテレビを通して別の国の人たちとかにも伝わってる部分とかもありますから、だから僕の方でかなり対処していかなければならない部分とかもありますんで。話、だいぶ長くなりましたが、これぐらいにしておきます。以上です。